NF タイプ、うん、ザ・アイデアリスト・ソウルメイト、理想主義者のソウルメイト、あなたが呼びかけ私が答える、あなたは願い私は叶える、あなたは夜私は昼、他に何がある、これで十分完璧、完璧に完成しているあなたと私、はい、D.H. ロレンス、はい、この D.H. ロレンスさんというのはデイビッド・ハーバート・ローレンスという、まあ、小説家であり詩人ですね、イギリスの。この人の引用でございます。理想主義者 NF の人たちは他の気質とは全く異なるアプローチでメイティング、を行いますと。つまり SP アーティザン、 SJ ガーディアン保護者、 NT レーショナル合理主義者は結婚相手が誤りを犯す可能性があるということを想定し、結婚をうまくいかせるためにかなりの妥協に付き合っていますと。一方 NF 理想主義者は結婚相手を選ぶことに関して理想主義的であり、多くの場合完璧な結婚相手と理想的な関係、いわゆる生涯の伴侶というのを求めるロマンチックな仕事を引き受けていますと、はいはい、生涯の恋人、あるいはたった一人の真実の愛と呼ばれるような天国で結ばれ時を超えた永遠の愛を生み出すような完璧な配慮と理想的な関係を求めるというロマンチックな課題に取り組むことがほとんどであると。言い換えれば NF 理想主義者の人たちが結婚相手に求めるのは人生のパートナー以上のものであると。彼らは意味が分かんないんですけど、魂のパートナーはい、はい、まあ、ソウルメイトですよね、はいはい、魂のパートナー、つまり複雑な内面を共有して自分たちが最も関心を抱いていること、感情や感情の原因、ロマンチックな空想、倫理的なジレンマ、内面の分裂や全体性の探求など、これらについて親密なコミュニケーションを取りながら、ある特別な精神的な意味で結ばれることができる相手を求めている、はい、理想主義者たちはこのような深く有意義な関係を固く信じていますと、うんうん、そんなバカじゃないですけどねでも、まあ、ただのパートナーではないってことですよね。ではないと思っています、はい、あ、本当に運命なんだね、はい、って、はい、僕だけ思ってるかもしれません、はいはい、まあ、だから他のタイプは思ってないって話ですよね。思ってよ、それは SJ とかは安定を求めるためのパートナーみたいな感じですよね。じゃあこっちが思ってるなら思ってほしいですよはい、でも向こうは安定を求めてほしいわけですよね。安定も大事ですけど、うん、はい、いや、まあ、安定の柱はこっちにあるんですよはい、はい、あ、それもやると、はい、でもその安定を超える喜びもないって思うんですよ、はい、それはだからタイプの話じゃないですかっていう安定の人は安定が土台にあるからそういうのがあるんでしょうみたいな感じなんだと思うんですよね。じゃあ、まあ、こっち、はい、ここがふわふわしてたらそんなこと何も考えられないでしょうみたいな。いやいや、そのふわふわも、はい、時には楽しい、時には楽しいぐらい、思い出になるよって、だから思い出になるよぐらいの感じで安定がって思ってるんじゃないかなっていう話です。僕はそれを一緒にふわふわできると思ったから、はい、運命だと思ったんですよはいはい、はい、多分こんな感じが多分 NF だと思ってます、はい、え、安定よりも大事なことってないって。安定があるからでしょって話ですよね。 SJ からするとそうですよね。 SJ から安定があるからいろんなものを楽しめるんじゃないのっていうまあそれを言われるとね、はい、だからもうこういう話はしないですよ、うん、はい、はい、まあ、そうなるのは分かってますからね。そうですね、はい、アイデアリストコートシップ、理想主義者の求婚、理想主義者の人たち NF の人間関係を深く意味のあるものにしたいという願望は付き合い方にもよく現れていますと。この NF の人たちは通常あまり場数を踏むことを選ばず、
一度に一人の相手と付き合い、それぞれの関係において特別な親密さの可能性を探ることを好むと。わかる。 NF は決して気軽ではなく、また時折デートするわけでもない。一般的に NF は表面的な関係を超えてより深く感じられるつながりを求め、社交的なイベントや身体的な活動が中心のデートにはむしろすぐに興味を失う。これは年齢によるんでしょうね。はい。ね。リビドーですからね。はい。また、もちろん、この NF さん、理想主義者は、このようなスキンシップの多いデートも、しばらくは楽しめるが、夜が更けるにつれて、自分なりの楽しみを見つけようとするのが普通であると。例えば、パーティーでは、NF は、デート相手、あるいは他の誰かともっと個人的で親密なレベルで話ができる静かな一角を探すことが多いと。また遊園地やスポーツイベントでは NF の人たちは乗り物や景色、アクションから精神的に離れ、周囲の人々を観察し、彼らの性格について考えたり、私生活について空想し始めると。そんなことはないと思いましたけどね。はい。遊園地ではちゃんと遊ぶだろうって、はい、思いましたけども、アトラクションへの向き合い方は、はい、SP とは違うような気がしてます。はい。なんかまあ1回ぐらい経験だからやっておこうとか、はい、そっちの方なんだろうなって。はいはい。なのでなんかつまらなそうなやつでも、はい、つまんないじゃなくて、はい、初めての経験だから、はい、初めての経験なら何でも楽しいじゃない、はい、なんてことを思って私は思っています。はい、はい、ちょっともうちょっと進みます。実際これはアーティザンとガーディアンを驚かせるが、 NF の行動が SJ さんと NT さんを驚かせるってことですね。はい。アイデアリストはこのデートの相手と何をしたりとかどこかに出かけたりっていうことをするよりも話をすることを好みますと。この観念論者は抽象的な事柄、つまりアイデア、洞察力、個人的な哲学、精神的な信念、夢、目標、家族関係、利他的な大義など社会的な表面を突き破って二人の心をつなぐような内面的な話題について話したがります。しつけや人類のより広い経験をどのように象徴しているかを議論したがる。またこの NF の人たちは芸術、音楽、ポエム、詩について特に芸術作品が自分にとって何を意味するかについて熱心に語ります。このような想像力豊かで有意義な方法でデート相手と心地よくコミュニケーションできるかどうかで、理想主義者が NF の人たちがこの関係が真剣な関係になれるのかどうかっていうことを決まることが多いと。理想主義者にとって自分の内面を分かち合える稀有な相手を見つけるのは難しく、試行錯誤の苦しいプロセスであると。なんかまあこの辺は、はい、僕はタイプよりも本の優位だと思っているので、はい、また男性って、うん、トロフィー的なのを求めるのってあるじゃないですか。わかんないです。はい、金持ちになると、はい、どんな人でも美人を横に置きたがるじゃないですか。はい、男って、まあ、どんな人でもかはわかんないですけどね。まあ、その可能性の話をされると、はい、なんでまあここまで気難しくないだろうとは思うんですけど、はい、でもまあそういう心のつながりを求めるんですよね。そういうまあ本能とかがあるから、まあ、そうはなってない部分もあるけど、でもまあ心ではそうやって求めてるみたいな話じゃないですか。リビドーが抑えられない時はあるかもしれないけど、はい、そういうところを理解してねとは思ってます、はい、笑っちゃダメだよって、はい、でもまあ話が好きっていうのは、はい、みんなそうじゃないのって思ってますけどね。話が好き、
話すことを好むと、はい、どこかに出かける、はい、ディズニーランドに行く、はい、っていうのも喋りに、まあ何て言うんだろう、話とセットですもんね。ディズニーランドを楽し、はい、ディズニーランドを楽しむ、はい、ディズニーランドが楽しいわけじゃなくて、いや、わかんない、この2人で行ってるっていうのが楽しいわけじゃないですか。まあ、はいはい、それをしに行くわけですもんね。でもディズニーランドが楽しいから行くんじゃないですか。うん、まあまあ、うん、別に2人でよければ家でいいわけじゃないですか。あ、喋るだけだったらね、はい、出会いですよそれは。何、ミッキーとのミッキーの力を借りて、はい、新しい何かとコネクトするんですよ、はい、っていう気はしますけど、そういうことなんですかね。